宮城山鉄市7月28日隊は、茨城県水戸市出身の元大相撲力士。本名は、竹内正人。現在は、年寄り、双子山として、更新の指導に当たっている。1977年7月28日に、茨城県水戸市で生まれる。実家は、茨城県内に、バス路線網を持つ旧茨城交通グループのオーナー、一族である。 小学生時代に、相撲で勝ったら焼肉食べ放題に連れて行ってやると言われたことがきっかけで相撲を始め、水戸相相撲道場で指導する、武双山聖師の父親によって強くなった。宮城山が幼少期に好きだった力士にはこと、椿克行を挙げている。水戸市立三川中学校時代は、柔道部に在籍していたが、柔道部の顧問に、 自家断搬して相撲部を創設してもらったという。明治大学進学後、1997年9月の東日本学生相撲個人体重別選手権、無差別級と1998年4月の全日本、大学選抜相撲上島大会で、それぞれ優勝して、大学2冠を達成すると、大学を3年で中退して武蔵川部屋へ入門、同年、7月場所に幕下付けでで、 初土俵を踏む。当時の幕下付けでの条件としては1997年の全日本相撲選手権大会で3位入賞の実績を残していたが、それを上回る輝かしい実績を引っ下げての入門だった。また、中学時代からのライバルだった岡部も中退して、各界入りしていたことも動機の一つだった。武蔵川部屋では、 学生相撲出身者にありがちな立ち合いの甘さを厳しい指導で真っ先に改善させ、初土俵を踏んだその場所と、同年9月場所の2場所を連続で全勝優勝を決め、同年11月場所では、あっという間に重量に昇進した。その勢いは止まらずに、同場所を12勝3敗で3場所連続優勝、1999年1月場所は西重量筆頭の地位で、 幕内力士との対戦もある中で14勝1敗の好成績を残し、4場所連続優勝を果たすと同時に新入幕を確定させた。あまりにも早すぎる昇進のためにちょんまげが追いつかず、長髪の荒々しい風貌から20世紀最後の怪物と呼ばれ、右肩のコブが印象的な力士だった。 新入幕の同年、3月場所は幕内力士との力の差もあって2桁勝利はならなかったものの9勝6敗で関東賞を受賞。初土俵から所要5場所での3勝受賞は2014年現在の最速記録である。2000年1月場所は新小結びかつ優勝時点となる12勝3敗の好成績を残すと同年、 三月場所及び五月場所は関分けで十一勝四敗。この時点で、大関昇進の基準とされる三役の地位で、直近三場所の合計が三十三勝を満たしたため、五月場所終了に大関昇進が決定する。初土俵から所要十二場所での大関昇進は、史上一位のスピード出世であるが、ここまでは相撲そのものに、強みがなく勢いのみで勝ち続けた面があり、 当時の武蔵川部屋には、横綱、武蔵丸光弘、大関、武蔵山聖氏、出島武春がおり、この三劇士と対戦せずに3場所34勝は、物足りないという意見も存在した。通常ならば大関昇進を図る理事会において、満場一致での推挙となるのが普通だが、10名の理事のうち3名が反対を表明する異例の事態となるなど、その行く末は、 当初から不安視されていた。その不安は的中してしまい、2000年7月場所では、初日の土地あず大広し戦で右肩を負傷した影響が最後まで響き6勝9敗と負け越し、同年9月場所はいきなりの角番となってしまう。この場所は勝ち越して角番を脱出するも8勝7敗の成績で、本来の大関の成績とはかけ離れたものとなった。 その後も負け越しては、角番脱出を繰り返し、3度目の角番として迎えた2001年、9月場所では、序盤戦から全く波に乗れず、9日目の解放領事線で左足首関節及び、左側根骨脱球の重傷を負って、途中休場、同部屋の出島と共に大関陥落となった。大関在位はわずか8場所となり、短命大関としての順位は、 年6場所制となった1958年以降、大樹久明、増井山王の城、土地の神に次いでワースト4位の不名誉記録となった。また、大受け、土地の神と同じく大関在位期間中の二桁勝利が一度もなく、東忠ただし大関に番付が乗ることもなかった。 大関としての成績も57勝58敗後、9と負け越すなど大関らしからの成績を残すことになった。関脇陥落となって迎えた2001年11月場所は交渉による全休が適用され2002年1月場所は関脇の地位を維持10勝以上を挙げれば大関に特例で復帰できたものの怪我の回復が遅れたことで全休となった。 交渉適用は、怪我をした場所の次の場所に限定されているため、この場所の全球は全敗として換算され、同年、3月場所は、東前頭8枚目まで下がった。この場所では、元大関の実力を見せて9勝を6敗と5場所ぶりの、勝ち越しを決めたがその後は、平幕上位から中位に止まり2桁勝利を挙げて3、役へ昇進しても負け越して、即陥落するなど、 かつての勢いは失われていた。さらに、2003年1月場所の横綱、高野花工事戦での、いわゆる、疑惑の判定に巻き込まれ、その取り組みで右足を負傷するなど、不運を被った。右肩の怪我で大関を陥落したが、怪我の回復が、遅れかばっているうちに今度は、左肩も痛めたため、2004年7月場所前に、突き押し相撲だけでなく4つ相撲も身につけたことが功を。 そうするようになる。その場所では前場所までの不調を晴らすかのように初日から9連勝し12勝3敗と優勝時点の好成績を収めた。翌9月場所で関分けに復帰すると9勝6敗と大関昇進を決めた2000年3月場所以来4年ぶりの三役における勝ち越しを記録した。その後も三役に定着し周囲からは 大関復帰を期待する声が聞かれるようになった。大関再挑戦となる、この時まで時間を要したのは、途中で、父親の病気治療のための長期入院など辛労に見舞われたことで、持ち直すのに時間がかかったという2005年3月場所は3、和3大関に勝ったが5勝10敗と5場所ぶりに負け越し、4場所連続で在位した関脇から陥落した。 全頭4枚目で迎えた2005年11月場所は、当時の3大関全員に黒星をつけて10勝5敗と2桁勝利を挙げ、大関陥落後では、初となる3勝を受賞した。全頭筆頭で迎えた2006年1月場所においても、前述の3大関を破って8勝7敗と、勝ち越すなど、元大関としての意地を見せた。小結びに復帰した同年。 3月場所においても3大関を破って10勝を挙げ、同年5月場所では新大関、白鵬賞を含む4大関全員を倒し、千秋楽まで白鵬と優勝争いを演じた。優勝決定戦では、突っ張りが白鵬の汗によって滑ったことで敗れ、初の幕内最高優勝こそ逃したものの前場所を上回る14勝1敗の好成績を挙げ、同年、 7月場所に大関復帰をかけることとなった。大関復帰をかけた2006年7月場所は序盤こそ、緊張感から苦戦したが、終盤の5連勝によって10勝5敗で終えた。2桁勝利で終えたことにより、大関昇進時と同様に、三役の地位で、直近3場所の合計33勝以上となり、昇進を図る審判部の判断が注目されたが、不運にも、 最昇進は見送られた。その理由として、直前場所の成績が10勝5敗での昇進は1960年代以来ほとんど例がなかったことや、10日目を終えた段階で5勝5敗と優勝争いに全く加われなかったこと、仮に、宮城山が最昇進した場合に、前例のない一場所六大関という、極めてバランスの悪い番付構成になることも不利に、働いてしまった。 さらに、綱取りがかかっていた白鵬が、宮城山の大関再昇進と同時に昇進していれば、後大関に収まったが、白鵬の横綱昇進まで見送られる結果となった。宮城山にとって三度再挑戦となった同年、九月場所では、九日目までに5敗を喫して急勝、止まりとなり、大関復帰は果たせなかった。しかし取り組みの内容としては、9日目の大白、 放送戦で前線し、終盤にかけて気持ちを切らさなかったことを高く評価され、北の海理事長も大勝ちすれば話題性の出てくる可能性はある。よくここまで持ってきたとコメントするなど、大関復帰の可能性はまだ残っていると見られた。しかし同年、11月場所は、千秋楽にようやく勝ち越しを決めることとなり、2007年、1月場所は5勝10敗と大敗し、 5場所連続で務めた関分けから陥落すると同時に、大関復帰の可能性も、完全に消えた。明治神宮霊裁報祝法の70回全日本、力士選手権大会芸古総研大関復帰が、夢と消えた後も、宮部山は、元大関としての意地を見せる場面が見られた。2007年3月場所2日目には、横綱、朝青龍名徳と対戦し、 足をぐらつかせるほどの強烈な突っ張りの末に、寄り倒しで勝利し、自身初の金星を獲得した。宮城山は、初土俵から所要10場所で三役に昇進したため、宮城山に限らずスピード昇進を果たした力士の、金星の数は、得てして少ない。その後も7日目まで4勝3敗の成績を上げたが、7日目の対極点放送戦で、右の太ももを痛めて、 途中休場となった。2007年6月頃に母が死去したことで深く悲しみ、本場所で花道に控える付け人に母の家を掲げるよう頼んだ時期もあったという。関脇から後も平幕上位の地位を保ち続け、横綱、大関と対戦する場面も見られたが次第に上位では勝ち越せなくなり、2009年5月場所では初めて平幕二桁台となる前頭11枚目まで。 陥落した。それでも2008年9月場所前に結婚したことで、発奮し、朝昇龍から2個目の金星を獲得し、11月場所では、初日から7連勝し一時優勝争いに加わる。さらに1年後の2009年11月場所では、全頭9枚前で12勝3敗の好成績を上げる。活躍を見せ、3年半ぶりの3勝を受賞した。 2010年に発生した大相撲野球賭博問題では賭博に関与したとされ、特別調査委員会から同年7月場所の出場停止を勧告され、相撲協会も受け入れた。それによって、同年7月場所は全休とされ、同年9月場所は1977年の大樹、久明以来史上二人目となる、元大関の重量陥落となった。 しかし元大関では十両での力の差は歴然で12勝3敗の好成績を上げて幕内復帰を果たしたが野球賭博問題に関しては2011年3月3日に賭博外長釣り容疑で書類送検されるなど宮城山自身も含めて各界全体に暗い影を落とした。同年11月場所では11勝2012年1月場所では 久しぶりの三役に復帰したが、元大関が十両に陥落した後に三役へ、復帰したのは宮城山が史上初である。この頃に入ると華麗による衰えと足裏にまで、巻かれたテーピングや旅のためか、膝から滑り落ちる負け方が目立ち始め、この場所は三勝十二敗と大敗。その後も横綱、大関との対戦が基本的に組まれない平幕界でも、 勝ち越しと負け越しを繰り返し、負け越しも2桁敗戦などが目立ち、番付次第では重量再陥落が起こり得る状況が続く。2012年12月場所は、負け越せば、即重量陥落となる幕尻の東前頭16枚目、さらに心臓に痛みが走る症状が現れただけでなく脳梗塞まで疑われる状態で出場するも、2013年1月場所は、 初日から8連敗を喫する。9日目の対、玉足一郎戦で初勝利を挙げたが、その際に、館内から温かい拍手を受けて、花道で涙を流した。負け越したことで重量再陥落が現実味を帯びたが、まだ気持ちは切れていないと述べ、重量陥落後も、現役を続ける決意を表した。同年、3月場所は重量9枚目となり、 自身二度目の重量陥落と同時に自身の持っていた元大関の最低値を更新してしまった。そして10日目に負け越しが決定すると13日目でも敗れたことで幕下陥落が決定的となり先週落の大気嵐力戦に勝利したのを最後に現役引退を表明、年寄り双子山を襲名して更新の指導に当たることを発表した。大関観落後、 関脇以下の地位を68場所にわたって務めたが、これは2009年7月場所を最後に引退した出島武春の48場所を大きく超える史上最長記録となった。2013年9月30日、現役引退と年寄り二子山襲名を報告するために茨城県庁を訪れた際に茨城県知事橋本正から長年の相撲界への功労を称えられて、 茨城県特別厚労省を授与された。また、引退相撲は2014年2月1日に、両国国技館で行われ、8000人の監修が見守る中で引退相撲を行ったが、取り組みの相手に自身の長男を選び、押し出しで敗れた。また、断髪式では、先代の武蔵川夫妻ら270人がハサミを入れ、藤島が大井町を切り落とした。双子山は、 ハサミを入れてもらっているとき、思い出が駆け巡った。これからは、強い、日本人力士を育てたいと、さっぱりした頭を撫でながら、抱負を語った。また、同年1月には自伝、びノートを実業の日本社から出版した。その後、藤島部屋付き年寄りとして、更新の指導に当たっているが、将来的には、双子山部屋を独立する意向も示していた。 双子山部屋といえば横綱、大関を輩出し、かつての大相撲人気を支えた名門だが、これについては偉大な名前を引き継ぐことができた。自分もイメージを残せる部屋を目指したいと語っていた。2018年3月29日の理事会で、同年4月1日付で、6人のうちで死を連れて、藤島部屋から双子山部屋を分家独立することが承認された。 協会の業務では2015年1月29日付の職務文書で記者クラブの担当として広報部に配属され2016年3月には日本相撲協会の評議員に就任した評議員は2018年3月26日まで務め同月28日の職務文書では審判部に配属された2020年11月9日 双子山部屋講演会が、群馬県渋川市議会の田辺幹事議長宛てに、抗議文を提出した。9月場所中の9月14日に、群馬県渋川市議会議員の中沢博之が、事前の約束もなく部屋を訪れたという。双子山が不在であったため応対した弟子たちに、昨年の9月21日に、渋川市の高木務市長が、双子山部屋親方に会っているかを教えろと、 中沢は質問し、さらには10月下旬に群馬県の弁護士から同様の内容を尋ねる文書が届いたため、双子山が講演会長に苦情を伝えたという。講演会はコロナ禍の場所中にアポなしで部屋を訪れるのは無神経と憤慨していたが、中沢は訪問は市議としての調査計を行使しただけ、コロナ禍であることは特に気に留めていなかったが、 訪問した際もおかみ、力士に誠実に対応していただいており、講義は寝耳みみに水だと話している。2021年4月6日、埼玉県所沢市内から都内葛飾区にある旧、東館部屋施設に部屋を移転することが報じられた。国技館まで電車を乗り継いで1時間以上かかっていたため、力士の負担を減らし、稽古環境を整えるためのものであるという。 2019年末に死去した13大東館とは仲が良かったため、その意思を引き継ぎたい。今はコロナ禍ですぐには難しいかもしれませんが、地元の方々と触れ合って地域の活性化に貢献したいと話している。13代遺族、葛飾区と調整中で、部屋建物は双子山の所有、土地は葛飾区から継続して借りることとなる。得意なのは、 突き押し相撲だが4つに組んでも十分に相撲が取れた。相手の顔に向けて行われる小刻みな突きと腕の動きを効果的に使う取り口である。また、重い突きを繰り出してから土俵際を回り込んでの引き、叩きの上手さもあった。腰が重い力士としては珍しく、足腰が強く、対戦相手がいなしたり、出し投げを打とうとしても足腰のバランス感覚で相手を、 かわす技術は高い評価を得ていたが、体重の影響による足の負傷も多かった。通常は明るい性格で愉快なコメントを数多く残している。豊ノ島体重、普天王水とも仲がいい。2003年1月場所、この場所で西前頭筆頭だった宮部山は、2日目に球場明けの横綱、高野花浩二と対戦した。取り組みでは、 宮城山の二丁投げが決まり、高野花は裏返しになって左肩から落ちた。多くの観客が宮城山の勝利であると確信し、立業時木村昭之助の軍配も宮城山を指した。しかし勝負審判から物言いがつき、両者同体という判定により取り直しとなった末、高野花の上、手投げが決まって宮城山は敗れた。しかしこの取り組み直後から、 宮城山が勝っていたとする抗議の電話が日本相撲協会と NHK に100件以上も殺到した。また、宮城山は最初の二丁投げを放った際、右足関節外科を剥離骨折しており、それを押して出場した翌日の大関、朝青龍名特戦で敗れた際に悪化させ、4日目から休場した。一方の高野花も宮城山の二丁投げを受けた際に、 左検査人体を損傷させて、翌日から途中休場、感知しない中で5日目から再出場したが、結局8日目の取り組み後に現役引退を表明した。宮城山本人は、横綱と2番取れたのは、少しは力がついてきた証拠かなと自信につながりましたね、と前向きに受け止めていた様子を引退後に語った。ちなみに宮城山は、 高野花と幕内で11回対戦し全敗している。最高位が大関でありながら10回以上対戦して全敗した記録は、宮城山以外では、塩の海運上門が、羽黒山聖人に対して13戦全敗した例がある、だけである。ありがとうございます。